自動車教習所の教官とかいう人間のクズの慣れの果て。何もできないのに偉そうな態度の度が過ぎる。あそこで学ぶこと。男、その場の権力者には何があっても逆らってはいけないという社会のルール。女、セクハラは耐えるしかないという社会のルール。確かに。でもお給料も待遇もいい。運転やたらうまいよな。今は教官指名できるところも多いし、高圧的な態度はすぐ問題になるぞ。警察の天下り先。自動車教習の時は嫌な感じの先生ばかりだったが、二輪の時は楽しかった。教官と名のつく職業のやつはみんなそう。フォークリフトもクレーンもみんなクズだった。彼らは密室で初心者に教えるうちに、自分が上であるという環境しか知らないまま生きていく。結果、間違った自尊心のだけが定着していく。運転テクにして全振りしてる人しかおらんかった。普通の会話できる人が一人もおらんかった。そうでもない。これはあるだろうね。初心者も教官だからうまいと思い込んで従ってしまうんだろう。運転なんて免許あれば誰でもできるのに。そこがさらに、彼らの自己評価を見誤らせる。たかが車の運転を教えるだけなのに、なぜこの世の最高権力者のように振る舞えるのか。免許持ってなさそう。自動車教習所の教官程度でストレス感じてたら、うちの母ちゃん隣に乗せて運転なんてできないよ。でもまあ勘違いした初心者の相手を毎日してるんだから多少は仕方ない。大して上手くない。免許持ってない奴の隣にずっと乗るんだから、そりゃ気が狂うだろ。しかも下手くそどころかど下手くそもいるんだし。いろんなクズを相手してきただろうからね、歪むのもしゃあない。公務員だから簡単に解雇もできない問題児が県警から教習所に飛ばされてくるって噂もあったな。長年営業で日本中のネームドの気違い相手にしてきたけど、教官よりはみんなまともやったわ。昔は、女は体を触られたりしながら運転させられることが普通だった。なぜか？彼らは自分がモテると思っているからでもある。さらに、その息子とかね。縁故採用は本当に多い。ある意味では、生活保護に近い。全振りしてもプロになれるわけでもなく、かといって他に何もできないまま大人になった方々の就職先だからな。確かに車だと密室だからバレないと思うのか、気違い度高かったわ。バイクの教習の時は比較的マシだった。前職がトラックの運転手とかそんな奴ら。食卓アルバイトな。密室の心理は怖いよ。バカに権力者ごっこさせると散々なことになる。確かに偉そうすぎるよな。なんなんだあれ。俺の時普通に助手席で寝てたぞ。同級生にいるけど別に普通の奴だぞ。単にこち亀見て運転免許を全部一に埋めたかっただけで、金をかけずにできる働き先が教習所だったというだけみたいだが。別に教官の味方するわけじゃないけど、教官も大変だなぁとは思う。仮面試験や最終試験で不合格にしようもんなら。これくらいのミスだったらおまけしてくれたっていいじゃんかよとか。わざと落としただろ、その方が金儲けできるからとか。逆恨みする奴がたくさんいそうだし。俺についてくれた人は温厚でやりやすかったわ。余裕で全部一発合格できたし。いたら何って話。一発は当たり前だぞ。気分的に嫌な気持ちになるだろって話。そうやって性格が歪んでいくんだろうな。だから教官の性格が悪いのは教習生のせいでもあるんだ。最近の教習所はいい人多いけどな。言ってることはもっともで、高圧的でもないけど言い方がきつい。教官は NG が多すぎてしんどいって愚痴るくらいは選別されてる。男だろ。胸もまれながら運転させるなんて普通だからな女は。学歴聞いたら大学三流とかザラだからクズがなるんだろうなとは思った。んなわけあるか。クソ客なんてコンビニバイトでも相手にするし。そういうやつほど危ない。社内に教え子と二人きりになったら老変するんだよ。セクハラ教官は、助手席で陰部露出して G 行為をしながら指示を出してきたっけ。ハンコもらうために見て見ぬふりしていたけど、自分の子はここには通わせないと心に決めたよね。しないから。どんな嫌な目に遭ってるんだよ。その教習所怖すぎるわ。今はやべえ、教官とか教習所なんてすぐさらされるから下手なことできんでしょ。スマホさえあれば証拠くらい簡単につかめるし。本当は教官じゃなくて指導員な。免許センターの一発試験なら横に乗る人は警察官だから教官で合ってるけど。ってだけじゃね。
守護でかすぎ。若い兄ちゃん姉ちゃん教官はいい人多いよ。昔仲良くなった。塾や予備校の講師だったり教員とかもそう。なんで教習所って通いより合宿の方が安いの？ホテル代かかるから高くなりそうなのに、なんでマジで謎。商売の基本考えたらそこまで疑問か？そう言われると確かに不思議だな。人件費。逆に通学がボリすぎなんじゃね？合宿だと全員まとめて学科や講習やれるから。ビジネス知らんのか。合宿は早期予約割みたいな側面もあると思う。確かに不思議だな。合宿でホテル生活楽しかったな。従業員の人から頑張ってくださいねとか応援されてたし。合宿って何日かかるの？なんで疑問なんだ？合宿にすることで教習所主導のスケジュール管理がしやすくなり、空きが埋まりやすくなるからとか。合宿なんて地方ばかりなんだから、都心部からの顧客の誘導が可能になるとか。回転率高めて利益率高めるとか、いろいろ考えられるだろ。他にもいろいろあって、こんだけわかりやすいのも珍しいわ。3食ご飯付きなんだから驚きだよな。合宿って相部屋なんでしょ？嫌だなぁ。コロナのタイミングで行ったから相部屋を一人で使えたわ。コロナ関係なしに一人部屋が普通じゃないの？相部屋嫌がるだろ。陽キャ極めてないと無理だろあれは。4人部屋とかもあるらしいぞ。そうなんだ。まあ選べるんだろうな、友人同士で相部屋とか、少し高くても一人部屋とか。コロナのおかげで相部屋は相部屋価格で一人部屋として使えたよ。相部屋絶対無理ってことなら、一人部屋の合宿所選べばいいだけだし。少しでも安く済ませるためなら相部屋でもいいと思うなら相部屋にすればいいし。短期間で教習終わるってことは、教習所にとっても短期間で金が入って仕事が終わるってことだからな。昔一人で参加したら合宿唯一の正統派イケメンと仲良くなって、イケメンのペア認定されたのか。合宿してる女からめっちゃ媚び売られて楽しかったわ。可愛い子ほど外堀崩してるって学んだよ。ラッキーじゃん。で、酒とか飲めんの？回転率の高さかける一人当たりの利益率の高さが最終的な利益となるから。回転率高いってのはとても重要性。教習所でカーブの時打ちに出すと指摘受けるのイライラするんだが、なんで大外回さないとダメなの？意味不明。内枠の方がいいだろ。中出し？お前免許取るな。なんだしとんねん。歩行者をほとんど見かけないような田舎に住んでいるの。あんまイライラするのよくないよ。巻き込むぞ。日本語で。内輪さ。肝心なとこでアンダーでちまうだろうが。銀座はによるってことかな。危ないからやめなさい。大型？どういうこと？プロはアウトから抜く。説明下手くそか。それで隕石乗り上げてそのまま行ったら一発で検定中止だったよな。つまりアウトインアウトってやつがダメってこと？なんでバカって立て逃げするんだろう。さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。